何するわけでもなく、なんでこの3人のランクを見てるわけ俺は。いやいや、だから俺ら4人で雑談系 YouTuber だから。だから一緒話はおもろいからさ。だからさらっと飛べるやん。さらっと飛べる。これだこれだこれこれだこれ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 だこれだこれだこれだ。なんで開いてんのこれドア。これキュンポイントですか。これだ。そう、これスクールの前にね、そう俺たちがいろいろ喋ってて、なんか9時5分からスクリーンあるから配信するんだけど、俺がね3画面の視点をなんかやんないといけないから、そうそうそう、みんなが配信しないとできないからね。でそれで早くしてよって言ってたら、俺できないくなるじゃんって言ったら、アルファ君がさらっと、いやよし仕事できるから別に遅くていいっしょって言ったんで、ね、キュンキューンってなって。そうだからアルファ君は女の子を 無自覚でキュンときめかせるタイプやねって話をしたの。だからなんか私可愛くないしみたいなムーブしてる女の子に、えお前可愛いじゃんでさあみたいな、そういうね、さらっと、え、お前可愛いじゃん、なんてんのみたいな、キューンだよね、キューンってしてすぐ次の話題行っちゃう感じのやつね。そう、さらっとクールにね、そう、あれ、いやー、だから成人式とかね、多分アルファ君結構パンつくよね。そうそうそう、つくね。え、アルファ君こんな感じみたいな。前も可愛かったけど、なんか今めっちゃ可愛くなったよね、最近さあ、そりゃあ、キュンってそう。あ、アルファくんみたいな。そう。よし。ドキドキマイント。もういいよ。出てくる。もういいよ。もういいよ。え？あ？今何してんの？ん？プロだけどみたいな。え？キュン。もうライソン戦。キュン。キュン。バッテリー巻きますってね。なんか目の前ね。え、お前さ、何？なんか配信でなんか変なこと言ったの？なんか俺の名前が出てね、なんか言ったの？え、何もしないよ。え、本当に？うん。なんか順位付けして俺最下位みたいな。ああ、結婚するな。3人と結婚 しなきゃいけませんって言われて、うん。アルファ君見分け機械学習って言った。嘘でしょ。あ、俺が一番最後？当たり前やん。嘘でしょ。どういうとこで。お前の人間性だよ。お前さ、一言言わせてもらっていい？何？分かってんじゃん。お前普通に今さ、ちょっとって言って30分待たされてんでもアウトだ。いやマジで本当にごめん。これ本当にね、土下座してでも謝りたい。普通に俺マジでもう本当に申し訳なすぎて、もういつ帰ってくるか分かんないからさ、うん、ひたすら雑談してるだけで、何してるんですかとかって言われて、本当にごめんなさい、これ待ってます、申し訳ない。アルファ君寝た？いやいや起きてるよ。あーってきたらいいね。ゆーしーくん、アルファさんお待たせしてしまい、俺らおこですよマジで、本当に申し訳ないです。あのね、30分待たせた上にあの生産工場のカスみたいな折り方されて、本当にすいません。いやー全員ローだったな、ね、いやー本当に申し訳ない。俺は1枚やってアルファ君は2人ローにして機械学習は逃げてるだけですか。でも言い返せないで、何も、もう何も言い返せない、言い返せない、言い返しちゃダメだよ。ごめんなさい。ちょっとさ、モラハラ感じあるよね、アルファ君。ただ、人の心を消して事実を押し付けるから、ちょっとモラハラ感あるよ。よし君、ごめんなさいよ。ごめんなさい。いいよ。ちゃんと裸で土下座する画像をツイッターに上げてもらっていいですか。上げさせていただきます。やばいなぁ、スクリームであれやれたらバカ気持ちいいなぁ、やっぱ。気持ちいいね。中国のチャンピオンがいいよね、やっぱ。それね、SMG もっと当ててえわ。正直言うと、俺の活躍は2人のおかげだからな。はい。そうだよ、ちなみに。はい、そうです。俺らもあれやりに行っていいじゃん、俺らも。そう、ダメだし、行っていい。3人行く？ 3 人行っていいもん。終わるにしろ。チーム崩壊なんだよ。俺が今、チームとして成り立ってるのは2人のおかげだ。あ、もう言って。これ雑用2人だからね。ガチで申し訳ない気分で俺は戦ってるよ。いや俺はありがたいけどね。ありがたいね。うん、前出る人いた方がやりやすい。あ、あれか、前パターンじゃないんだ。前派じゃないんだ。むしろだ。相性バッチリやん、そこ。難しいじゃん。そうです。いやもう、今キュン、キュンしたりする、今、三宅今。もうやっぱ、こういうことで入れてくるのやばいよ。今のキュンだよね、多分。熱いね。熱いでしょ。
ありがたいねとか言って俺は申し訳なさいとなってるからね。まあまあまあ、いいんじゃない。ワンタッピーさんとかも雑用中の雑用だからな。かわいそうだ、雑用しかやらせてないもんね、キャラも。本当にかわいそう。一番最初キャラあれだったんよ、ホライゾンやらせるよって言ってたんだけど、でもホライゾンやだって言った、うん、いや別に、いやもう一人がキーマーだったりやってたよ。ああね、もう一人がパッドの時点でどう考えてもいいんだよな、あのパッドがホライゾンキャラコンできるし。いや、アルファ君が来てくれることになって、もうアルファ君ホライゾン一番うまいから、うん、もうホライゾン使わせようって感じになって、そっからそうですね。いやでもね、このチーム強いね、正直よ。バイト最強や。フラグがもう、フラグが誰か止めてこれ、いつも違いがしたけど止めてくれ。バイト強いよ、一切強い。前張って耐えるのうまいプロは誰だと思いますか。ライカさん。ライカスク。最近は死んでるライカさんです。可愛いライキーです。まあみんなうまいよな、でも。ガンガンうまい人じゃん。メルトステラ。ガンガンうまい。メルトステラ全然落ちないね。キャラコンうまいし。うん。大体うまいね。まあミヤ系も、まあうまい。うん。まあチャンピオンシップでプラス変えたら変わるね。マジで。耐えるっていうところでうまいよね。でもさまやずみ。前張って耐えて、みたいな。あれはレッツファッキンしたらしい。合格チャンピオン回、いや1回だよ。ワンピック取ってくれるからな。うん、ワンタッピーがどんどん競技者から見たら最強になってきたよね。競技者から見たら、うん、円の下の力持ち、うん、みんなわかんないじゃん、やっぱダメージとか出さないから別に。全くダメージじゃないよ、ちなみに KN 来てからか。そう、でもね、競技者わかるんだよね、競技者。あ、ね、うわ、偉いってなる、マジでこいつここいんのみたいな。競技者はね、ウルタルファ君はその座を狙ってる。競技者は分かるやつで、まあ、みんなね、ワンマンが知るかどうかでしょ、どうせ見てんの。どうだよ、うまーい。違うんだよ、ワンマンが死に行ける環境作ってんのがウルタルファ君だよね。はい、はい、そうです。皆さんエリアを見ましょう。はい、めっちゃ広いからな、俺ら。いや、勝つときって完璧に勝つよね、それが気持ちいいよね。勝つべくして勝つみたいなね、なんか勝ったじゃないっていう。そうそうそう、マジで勝つべくして勝った。なんか一番あれだよな、うわなんかこっちやり始めたラッキーじゃなくて、そうね、俺たちがこう誘導すんだよね。いけいけいけ。ミヤ系って前からずっと IGL なの？そうじゃないよね。いやそうだよ。あ、そうなんだ。リドルの時もベトネモ、ベトネモ、あ、そうなんだ。元々ピノタさん IGL だったけど、うん、もうピノタさんもう制御できんってなってミヤ系になったらしい。ミヤ系になったの。リドルもそうです、ちなみに。はいはい、三宅、雪を IG でやるつもりだったけど、うん、喋らなく なっちゃうんだよね、三宅。自分がオーダーじゃないと。ああ、確かに。で、コミュニケーションエラーがめちゃめちゃ起きるから、じゃあお前 IG で全部やれ、俺たちが合わせるってなった。はいはいはい。そういうことで。イエス。まあ、それが正解だもん。うん。ロボットになってもたまに。うん。話しかけても、無言になってる。独り言をめっちゃ言うから、まあ、一番心配なのはなんか IGL でのプレッシャーで潰されないかなんだよ。まあ大丈夫っしょ、手前来てるね。ピークスローはそっち、めっちゃ残ってる。ありえんの71300の回復してる。してる。強い。俺リオは1手前来てる。32来てる。これ手前来てるよ。バンガーコンジと割りかけ。バンガルド割って上からピークする。俺リブルと割ってリブル、あー割りかけ下いる。これスキャンあったら。スキャン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 入れる。見えてる、それ1枚見えてる。投げる。いよいよ燃えてる燃えてる。めちゃめちゃ猿燃えてる燃えてる。激怒。どっちやったか。バンガそれガチロだよ。それやれる。レブはレブはレブやばい。よしレブやった。ナイス。出た出た。これ右左でしょ。うん、これやれやれ。もう4チーミングしてる。2人めっちゃの1人死んでるよ。しかしお前やれるのマジは。あ、これはこれはやマジは。やったやったやった。これこれこれ、なか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 やられた。お前さナイス。
熱っ。マジでさ、てかしかもさ、はい、これグリッチフェンスやったらこいつら危な。これ見てめっちゃビリビリするよ。これグリッチフェンスやってるよ。ここマジでなかった。やった。普通になんか嬉しいんだけど。いやめっちゃ嬉しい。いやもうアルファクイーン、もうシューシューやん、シューシューやん、シューシュー。待って俺ダイヤなんだけど。まだダイヤ。これさ、ダイヤダイヤ